皆様お疲れ様です。ペルシアンでございます。今回は2020プロ野球カード総集編第4弾をお送りしたいと思います。今回は限定のパラレルカードを紹介したいと思います。他にもチェキという写真もありますので、ぜひご覧ください。それでは参ります。はい、こちらはですね、普段はこの色は緑なんですが、普段は金なんですが、ご覧の通り緑色になったり赤色になっています。そういうのがこれは限定のカードでございます。で、この下の方はですね、普段はこういう風にハクサインカードとかこういうカードはないんですが、こういう風にハクサインカードやルーキーって書いてるのに、これ白なのにご覧の通りこれ金になっていったりするのがあります。こちらも銀ね、銀のハクサインカードとなっております。こちらはですね、左側に緑色だったりこう金だったりしますね。こちらはね、赤だったり金だった、これはホロ白というやつですね。で、こちらはね、地球式カードなんですが、普段は金なんですが、あ、金じゃなくて銀なんですが、こういう風に限定で金になっていることもあります。で、こちらは限定なんですが、普段はこの銀なんですが、ちょっと見えにくいと思いますが、これ金なんですね。金だとね、これ限定でございます。ご覧の通りね、こちらもですね、ハクサインカードとなっております。続いてですね、こちらもですね、限定カードとなっています。こちらは金のハクサインカードとなっておりまして、この周りがね、これは普段周りは銀なんですが、限定でこういう金になったり、これちょっと限定でマニアね、ありましたカードでございます。このスパーキングカードも、これも限定のカードでございます。金の、これも金の白山カードで、こちらはですね、ジャイアンツのチアガールのチェキでございますね。チェキというのは写真がありまして、こういう専用の、なんていうか細長いカメラみたいなのがありまして、四角いね、写真を入れるとガチャッとなって、ブイーっていう、なんだか、四角い、長四角いね、こういうカードが出てきます。ちょっと説明だとわからないと思うんで、ちょっとごめんなさい。ね、こういう、とにかくこういうカメラがあって、それがすぐ出るんですね。すぐ出るカードから、カードじゃなくて写真が出るようになっております。それのカードじゃなくて写真でございます。すいません。で、あとは、ご覧の通り、白菜カードや、こういうキラキラしてるカードもあれば、白菜カードですね。で、こちらですね、ちょっとこれ、分かりにくいと思うんですけど、これが、ちょっとハート見えますでしょうか。これハートなんですよ。ハートが浮かんでくるんですよ、これ。そういうカードもございます。これも地球式カードでございます。で、これは、金の白菜カードに、このキラキラカードでございます。で、こちらはですね、こちらも限定のカードとなっています。こちらはですね、ちょっとよく、私もよくわからないでございます。これ単品で買ったので、ちょっとわからない。ごめんなさい。そこはちょっとわからないでございます。でも、そういうカードです。で、こちらはですね、ヤクルトのルーキーですね。なんと、偶然にも、これ、金と銀のね、限定のカードが出ました。で、こちら珍しいです。こちらは、二人揃ってますね。二人揃ってるのは、極めて珍しいです。で、次参ります。で、こちらはですね、私が大好きですね。ファイターズ時代の糸井選手でございまして、こちらは清原選手の、ね、ボールカードでございまして、こちらはですね、女子サッカー選手のね、白菜カードとなっております。で、こちらもですね、高橋由伸元選手のバットカードや、こちらもね、選手のカードで。こちらがね、ちょっとね、見えにくいと思うんですけど、これ鏡みたいになってるんですよね。鏡になってるのもあります。で、こちらもね、キラキラカードとなってまして、こちらね、ジャポニズムって書いてるんですけど、普段はこれ、金だったと思うんですけど、これが赤文字になってますね。それも限定カードとなってます。こちらもね、金の白菜カードとなっております。こちらもね、鏡張りになってますね。
で、こちらはですね、ここだと分かりにくいと思うんですが、ちょっとこれ、こういうふうに、ちょっとカメラも見えますが、ちょっと縦の筋が、縦の線が見えますと思いますけど、それも限定カードとなっております。で、こちらはですね、阪神のね、選手でございます。こちらもね、調べてみたら限定カードとなっております。こちらは鏡張りのカードで、こちらも、さっき言った山川選手同様の、縦のカードと、縦の筋が入っているカードになっております。こちらも金色の白サインカードでございます。で、こちらが私のね、お気に入りのね、2枚でございまして、ジャイアンツの原監督のね、限定のね、カードでございまして、こちらって普段はね、白だったと思うんですが、こちらの通り、周りが花火柄になっておりまして、これは結構ね、珍しいカードじゃないかと思います。で、こちらはですね、菅野選手の白サインカードとなっております。で、こちらがですね、赤色の白サインカードとなっております。で、こちらはですね、これも珍しいです。こちらはですね、ここでやると見えにくいと思うんですけど、これ透明になってるんですね。なんていうか、クリアじゃないわ。ちょっとごめんなさい、説明がちょっとわからないんですが、クリスタルです。クリスタルになって透明になってるカードでございまして、これもね、私初めて手に入りました。で、これもね、キラキラしてる、ね、カードでございます。金色カードやございます。で、白サインカードでございます。こちらもですね、限定の珍しいね、カードでございまして、こちらも これもね、花火柄のカードとなっております。で、こちらはね、普段は銀なんだけど、金となっております。で、金色のカードになっております。こちらもね、限定カードとなっております。で、こちらはですね、普段は金なんです。銀なんですが、金になっております。こちらもね、銀なんですけど、金になっております。で、こちらもね、同様、皆さんね、こちらも、白サインカードや、これはもちろんね、金になっております。こちら普段は銀なんです。金ですね。銀ですね。こちらも銀になってます。金になってます。で、こちらもね、キラキラカードとなっています。こちらも普段は、こちらもね、普段は銀のような、キラキラカードとなります。普段はキラないです。こちらは銀、普段は銀なんですけど、こちらは金となっている限定カードでございます。で、最後は、こちらございますね。こちらも銀なんだけど、普段は金でございます。で、こちらもね、珍しいね、限定カードとなってまして、こちらがなんと松井秀喜選手のね、限定カードとなってまして、普段はこの銀、このキラキラカードはないんですが、キラキラがついているという、ね、私のお気に入りのカードでございます。でこちらも阪神のね、カードでございます。こちらもね、お気に入りのカードとなっております。以上でございます。私の説明ではちょっとわからないところがあるところを大変ね、申し訳ございませんでした。で、以前ね、この動画も上げてるんですがね、さらにね、新しいカードも追加されましたのでね、編集という形でね、紹介しました。ね、皆様もね、楽しまれていただけたと思います。で、10月よりね、またね、新しいカードがね、発売されますので、そちらの方もね、ぜひ購入してね、このように動画を上げたいなと思っておりますので、皆さんもぜひね、よろしくお願いします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ペルシアンでした。どうもありがとうございました。